皆さんやっほー、元気ですかということで、昨日はね、突然のライブお付き合いいただいてありがとうございます。ユミすごく楽しかったです。で、今日は3月17日ということで、日曜日なんですけども、今日の札幌は曇りですね、とんよりとしています。そんな中、今日の一日のユミの流れは、まずは買い物行って、そして久しぶりにお出かけ編をちょっとね、お出かけを行ってこようかなと思っています。ね、2連休久しぶりにお弁当作りもなくて、気楽気楽って感じです。今ね、小春と空散歩に行っています。それじゃあまたね、後ほど失礼します。じゃがんじゃがじゃ。今日のリビングはもう出ちゃってるけど、ね、こんな感じですね。という感じです。そう。全然変わり映えのないリビングです。よいしょ。ね。こんな感じかな。ちょっと暗いのでね、ちょっと電気つけようかなと思ってます。パカリン、パカリン、パカリン。ついたついた。よいしょ。こっちもパカリンと。ついたついた。ねえ。玄関です。ねえ。そうなんですよ。皆さんやっほー。今ですね、久しぶりにプチ通りに来ています。ドライブ中です。で、これからなんかグラグラ動いた これから昭和新山の方に向かって、今洞爺湖方面に向かっています。ということで、これから、ケンさんからですね、なんかコメントあるみたいです。それではどうぞ。そうです。ねえ。で、小春と空がここにいます。ねえ、お利口さんに寝てます。そして空もここにいるよね、空くん。ねえ、ど真ん中特等席だよね、ここね。そうだよね。風景もこんな感じかな。こんな感じですね。まだまだ雪があります。ということで、熊牧場とか昭和新山とかみんなで行ってこようと思っています。それじゃあねー。すごい、ここね、紅葉で有名なんです。おっと、ゴンドラが生き生きしてます。あそこスキー場なんですよね。生き生きしているのはゴンドラ行っちゃいました。今また来るかな、どうかな。来てくれると嬉しいけど、あ、来てくれました。すごい、初めて海も見るかもしれない。ねえ、冬限定見えなくなっちゃった。突風です、突風。おお、さん、やばい状態。
もう波すごい音です。また切り替えますね。ただいま洞爺湖に到着です。すごい風、突風すごいです。もう湖が荒れ放題ですね。なんかサスペンスみたいな感じですよね。うわー、この後空は向こうに行っちゃって、向かいます。かわいいクマさんがここにね。母ちゃんもで、熊神社ですね。すごい、その前に雪ですね。雪、あ、曇ってきた、曇ってピンボケ、よいしょ、人がすごい、もうこんな状態ですね。よいしょ、ではクマさん、本物のクマさん見てきます。よいしょ、空くん行くよ。よいしょ、サタも行くよ。よいしょ、こちら、なんかも見みたいです。よいしょ、アライグマさんがいるみたいですね。あ、いたいた、あら、いたいた、かわいい。見てる、小春も見て、見てるよ。あれ、ねえ、クッキーが大好きだって。クッキーあるよ。へえー、そうなんだ。クマさんにあげたいだけど。クマさんにあげたい、いっぱいあるよ、だって。そうなんだ。見てる見てる、母ちゃんも見てる。ほら見てる、ライブまでよ。へえー、かわいいね。いいね。え、クッキーいっぱい。クマさん登場、クマさんいたよ。クッキー食べたかい、食べてる。わ、てって返してるよ、あれ。てってが出てる、クマさんの。ごはる初めて見るね。どうだねえ。かわいい。そっか、よいしょ、クマさん、これまだあるわ、これ。クマさん、あ、いたいた、違うに。あー、こっち手あげてるわ。ね、今ね、取れてなかった、ごめんね。行くよ、はーい。クマさん、はーいって。行くよ、せーの、スリーン、痛い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 、よいしょ、あ、ちょっと、あ、ちょっと転がっていっちゃった。ちょっと、もう一回ね。よいしょ、痛い、よいしょ、痛い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 、どう、はい、痛い、大丈夫、痛い、食べた、食べてくれた、よかった。向こうにいないのかな、ここしかいないのかな。ねえ、寒くないの。クマさん丸まっちゃって、あれかわいそう。ちょうだいしてる、うん、あ、ほらほら、あ、こっちか、手振ってるよ。ねえ、行くよ、うん、行きますよ、せーの、着いた。え、怒んないんだよ、ねえ、怒んないんだよ、ねえ、怒んない、怒んない、いるんだね。うん、いろいろ、いろいろ、うん、今あげるよ、待ってよ、待ってね、行くよ、せーの、てるてるてる、行くよ、行くよ、行くよ、やっぱり暴れだった、ごめんね、ごめんね、小春と空と一緒だね、ごめんね。じゃあ、ここまでいるからね、釣れた、行くよ。うん、待ってね、釣れなかったな、なんか、うん、あれ、
あちあち、あれ。ああ、手挙げてる。もうこれしかない。もうこれしかないわ。ごめんね。よいしょ。ねえ。もうなくなっちゃった。ない。これどうだ、クマさん。ねえ、そら。そら、クマさん怖いか？うん。うん。見てないか、クマさん。そしたらね。ありがとね。よいしょ。うん。クマさんいるでしょ。ねえ。うん、ありがとね。よいしょ。かわいい。ああ、食べてるのかな。小原と空が怯えてる。怯えてる？うん。かわいい。いや、かわいい。うん、クマさん。投げ、あの。ああ、戻ってきた。クッキーだよ、これ。行くよ。行くよ。見てんのかな。食べてるの？全部食べてるの？行くよー、せーの、見てないね、母ちゃんが見てるけどね、小春、うん、見てるけど、ね、食べれない、小春目線では見えない、行くよ、すごいうろうろいっぱいいる、ほら、せーの、よいしょー、来たー、ほら、キラ、見える、母ちゃん、母ちゃん見える、大丈夫、かわいい、うん、なんだろうね、クマさんって言うんだよ、クマさん、ね、空は怖いか、ちょっと怖いね、そうだよね、あ、あるよ、まだもうちょっとあるからね、もうちょっと待ってよ、まだクッキーいっぱいあるよ、そうなんだ、200円だった、あ、もういいかな、行くよ、行くよ、せーの、よいしょー、あ、いたいた、遠く行っちゃった、ねえ、ちょっと待って、カラスがすごい、あ、見てる、そら、そらくん見てるよ、見てるね、かわいい、カラスすごいね、そらくんね、大人気、クマさん、うん、って感じのクマ牧場ね、クマ牧場だよ、すごいよ、かわいい、行くよー、せーの、これ、よいしょ、こんなクッキーです、これ、大丈夫かな、行くよー、はい、よいしょ、スリーだー、よいしょー、はい、赤買い物本店に来ました、あー、すごいね、北海道有名の赤買い物、んカサイモンのソクラ味です、すごい新登場だって、すごい気になる、美味しそう、北海道の洞爺湖キャラクターみたいですね、タラでもいろいろ売ってる、美味しい饅頭とかがある、なんか、はい、由美です、今帰りに若菜芋本店を寄って、そしてあのお土産買って、自分たちのお土産買って帰ろうかなと思っています、なんかこの一日で太った気がする気のせいで、眉毛も取れて、すごい、もう雨ザーザー降ってすごいです、もう寒いしびしょ濡れで、これをいただこうかなと思っています、これは若菜芋のショコラ、いいやつ、新しいやつの、なんか若菜芋らしいですね、だけど小春が隣にいるからチョコレートはやばいなと思って、ちょっと握力がないから開かない開かない開かない、ちょっと待ってくださいね、
よいしょ、かっちゃん、ね、ちょっと待ってね、小春の買ってくるからね、ごめんね、朝からご飯も食べてないでね、やばい、あ、やばい、おかしそう、かっちゃん、オンリーして危ないよね、ということで、いただきたいと思います。小春、ないよ、ないね、ね、ダメだよ、いただきます。どんなもんかな。お、こんな感じのやつ、いただきます。中しっとりしててすごい、なんか芋っていう感じがしない、ショコラのなんかお菓子みたいな感覚、すごい美味しいです。これパクリといっちゃいます。ではこれから帰りたいと思います。またね。見てください、すごい、もうこんな状態な雪道になっています。行きと帰りがまた別の世界になってしまいました。なんか本当に、3月これで本当もうちょっとしたらさ4月なのにさ、もう一気にこんな感じ、さすが山だなって感じですね。小春と空もぐったりしてます。熊さん見てね、これから帰ってご飯食べようね。ということで無事に帰れますように。では失礼します。わあすごいわ、なんかザクザクの雪だねこれね、わだちになってるような感じ、すごいです。